おーいスタート、えー、監督の太田です。えー、前回映画「ロボコップ」の話をしていたらもう前提だけで終わってしまったので、えー、今日中身について話しますね。えー、1987年のアメリカ映画で,で僕がとっても好きな映画の一本なのでちょっとご紹介したいんです。もうビデオにもなってますしあ,のあれネットフリックスなんかでも見れるかもしれないです。で近未来です。近未来で犯罪がどんどん多発して で、まあ、日本でいうと例えばあの電電公社や国鉄が民営化されましたよね、えーえー、NTT なり JR なりみたいなそんなふうにその近未来のアメリカデトロイトなんですかねでは、えー、警察も民営化されていてっていうだから警察でもストー <laughs> あのがあったりするっていうでおまけに犯罪がどんどん増えて大変だっていう中にマーフィーっていう、えー、真面目な警官がいるんです。で、マーーフィーはこう、まあ、 綺麗な奥さんがいてちっちゃなまだ小学生の子供がいてその子供がテレビ見てると西部劇やっていてそのガンマンが拳銃をュシ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 ュッと回してシャッとンと打ってシュシュッと回してってよくが西部劇であるああいうポーズを取ってるのを見てお父さんも警官で拳銃持ってるからその子供もが何て言うかな。 あのあの「パパもこんなことできる?」とかって言うんです言われてマーフィーが「えっ?」とかもうとかあとそういうふうなまあ子供よりは普通の家庭の、えー、警察官なんです。でその警察官の彼がうん、まあ、あるその犯罪者グループと、えーえー、遭遇した時にもう大けがを負ってもう血まみれになってもう瀕死の重傷を負ってしまうっていう。 でその時にその、えー、街を、まあ、ほぼ支配してるっていう、まあ、巨大コングロマリット会社があるんですけどそこが、えー、まあいえばロボットという、まあ、サイボーグなんですけれどもそういうふうな、えー、ロボットを作って、えー、それをこう量産することで、えー、警察を、えー、ロボット刑事じゃないな、ロボットコップを作って犯罪を取り締まるっていうプロジェクトを進めてその試作品を作っている時だった。 でそれをこうそのマーフィーもう人種の重症化も助からんのマーフィーを毎晩改造してだからもうほとんどノート顔とぐらいですねあと全部もう機械になってでもうあこういうのかぶるともう口,口だけなんですよねあのあの見えるのが。っていうふうに改造して、えー、とロボット警察警官として試作品として試してみようというふうなプロジェクトにマーフィーは使われてしまう。 で家族にはもうマーフィーは死にました殉職しましたっていうふうに知らされてるんですねだからまあある意味ちょっとその人権無視のひどいね本人が望んでやったことじゃないのでっていうのがあるだけれども、えー、そのロボコップっていう、まあ、存在が誕生するんですねで <laughs> 面白いのはそのロボコップの造形は、えー、日本のあの,あのロボット刑事にも似てるんですけどね、えー、モデルにしたのはなんか宇宙刑事シリーズらしくて でそのデザインやっぱりそこを参考にしたのでデザイン料として日本のその、えー、宇宙ゲ術作った会社にちゃんとあの著作料がしっていうかねデザイン料を支払われたっていうねまあ日本のやっぱりそういうのをモデルにしてるっていうのはきっとあると思いますでそのロボコップの活躍が始まって、えーね、犯罪者もうでも近未来の犯罪者ですっごい武器持ってるんですよもう軍隊みたいなでもロボコップはいくら撃ってもこう弾撃ってもはじあの弾いてしまうしで力でやってもやっぱかなわないっていうので でもうどんどん犯罪をこう何て言うか抑,抑止っていうのを制圧していくんですよ。だけれども、えー、っていう話があって結局、えー、どうなるのそっかちょっとね複雑な話になっていって、うんあのーまあ、結果的にその,あの犯罪者グループマーフィーを撃ったグループはさっき言ったコングルマリットの、えー、上層部。 の、えー、と、やっぱつながっていて、そこから金もらってるは犯罪やってたっていう。だからまあ、ある種マッチポンプなんですよね。犯罪者たちに金を渡して犯罪を起こして、えー、街を騒がして、で、それを抑えるためには、ロボット刑事、ロボットコップが必要なんだっていうことで予算を取って、えー、そういうロボット、えー、コップを量産していこうっていう。なんか非常にアメリカ的なっていうかね。 えー、テロリストをね海外で育てておいて、えー、あいつら許せないでやっつけるんだってために軍隊出してっていう、まあ、アメリカ特意の手ですよねみたいなことをやってるんですで面白いのはねその監督、えー、ロボコップの監督は、えー、ポール・ヴァン・フォーベンっていう人なんですけどアメリカ人じゃなくねオランダ人なんですよで後に、まあ「氷の美少」とか「トータル・リコール」とか、えー、いう風な ちょっと癖のある面白い映画を作る人なんですけどまあロボコップが多分あの出世作ですよねでそのちょっとオランダってなって聞いてきますあの後で説明しますでマーフィーはやっぱ記憶をなくしてるんですよで自分はもう正義のために犯罪と戦うロボコップですと思ってるんだけどマーフィーのこの記憶はないでもちょっと記憶が残っていてでいろいろ調べていくとっていうのが分かってきたりするんですけどその時にこう相棒だった女刑事がいるんですね女刑事女警官がいる 女性警官がナンシー・アレンなんですよナンンシー・アレンといえばあの、えー、1970年代のブライアン・デ・パルマ監督のキャリーそれからミッドナイト・クロスうんとかに出ていた、まあ、僕らの世代にはもうおなじみの人だったんでそれがまあ90年代いやいや80年代か80年代に入って、えー、後半に入って活躍してたんで、まあ、僕としては映画ファンとしては嬉しかったんですけどそのナンシー・アレンの、えー、相棒が。 あ,のあなたマフィーじゃないのっていう思い出すんですよでんでかって言ったで銃を入れる時にぐるぐるっと回してさ入れるっていうのをどうしてもやってしまうでその記憶がロボコップに残っていてそれやるんですよねでそこでナンシー・アレン相棒があれマフィーと同じことしてるって言ってだんだん気づいてくるわけなんです だけれどもいろいろ調べていってるうちにその上層部とのつながりとかがだんだんバレてきてでつまりその犯罪者グループを捕まえていくとあのだんだんそれが見えてきてでなぜか分からないけど釈放しなきゃいけなくなったりって言ってなんでなんだって言った時に上からすごい力がかかっているそのね一番その町では一番大きな企業なんだよっていうふうなことが分かってきてって言っていくんですけれどもで最終的にその敵の、えー、ボスそのコングロマリットのまあ重役を ロボコップを追い詰めるんだけれども、えー、インプットされてるんですよねそのそこのメーカー自分を作ったメーカーの人間を撃っちゃいけないっていうあのそういう,こうプログラムされてるんで追いい詰めても撃てもないんですよねであの銃を向けてもうッとなってしまってダメだっていうのがあってでまあ最後果たしてそのね 敵のの一番のおボスですよねそいつが要はえそのグループを使ってマーフィーを瀕死の重傷にしてロボコップのもう題材として使ってしまったでそのために家族も子供たちも奥さんもいなくなってしまってっていうふうなことのまあ一番のもう宿敵というか一番許せない存在を果たして追い詰めてどうするんだろうっていう話ではあるんですけど面白いのはね、まあ、それは映画見てもらったらいいんですけど面白いのは ちょっと、ね、アメリカっぽくないだと例えばダーティー・ハリーにしてもフレンチ・コネクションにしてもはみ出し刑事暴走刑事が犯罪者を追っかけて追っかけてで最後それを逮捕したりこう、まあ、射殺したりして、えー、事件を解決するっていう,いうふうなことなのにロボコップはその会社によって作られた、えー、存在であってで最初は犯罪を次々に解決し阻止していくんだけれども結果その会社に利用されているってことが分かって。 でそのロボコップ計画自体がその会社が儲けのために犯罪を、えー、広げて、えー、それを抑止するっていうもうマッチポンプなことが分かってくるちょっと複雑ですよねアメリカ映画にしては悪いいやつやっつけてバンザイじゃないんですよねでそこにやっぱホール・ワンホーベンっていうの監督が出てきた時に考えたんですよなんかこれはやっぱオランダ人のね、えー、発想がこの映画の中にあってアメリカ人的発想じゃないなと思った で、でそこでちょっとオランダのことを調べ、オランダよく知らないでオランダって言ってもチューリップと風車となんだと、うん、みたいなことしか分からなくてで、なかなかねそのペンが分からないそいで、えー、これはもう日本へ帰ってきてからなんですけれどもちょっとロボコップの書評っていうか批評を書く仕事があったんでその時あちょっとついてだから調べをきっとオランダに何か答えがあると思って考えたけどオランダ人の友達もいないし。 うーんでオランダ馴染みないんでですよやっぱ日本ででそこでもうね考えつぎてもうオランダ大使館オランダ大使館に電話してなんかちょっとオランダのこと聞こうと思って電話したんですよ。もしたらあの、まあ、日本人の,あのスタッフの人がいっていや今,今忙しくてねそういう他の時であればねこうオランダのことを知ってもらうのにことはで、まあ、僕もライターやってたのでそういう。 各ただ個人的な興味じゃなくてそれをオランダをまあ映画の中で紹介しますっていうことでまあお願いしたんでいい機会なんですけど本当皆さん今日忙しくてっていうだから「あのあそうですか」って言ってでも電話で今ねもう10分15分ぐらいだったら何でもお話できますから聞いてくださいって言ってくれてで,でその人日本人だけど女性ね旦那さんがオランダ人で,で大使館で働いてるっていう方です。 で例えば僕が、うん「じゃあねオラ,ンダオランダを例えば日本人に分かりやすく紹介する時にどんな国だどんな国民だっていうふうに説明されますか?」って聞いたら「そうですねヨーロッパで多分ヨーロッパで一番日本の何はわ節が分かる国民だと思いますよ」って言って「へえそうなんだ」っていうねびっくりっていう。 でもう一つには、あのそれがやっぱりすごく気になったんです日本、だからある意味、そういう武士道みたいな、うん、ところが、日本人の数字とかな、そう思ったら、あの東京オリンピックだったかな、ヘルシングだったかな、えー、オランダの柔道、日本の柔道が初めてオリンピックで負けた、その相手の選手がね、オランダ出身で、でオランダ武道が非常に盛んなんですよ。でそういうの昔、子供の時代に言って柔道一直線。 梶原キ原作のテレビドラマですけどでそれで出てくる海外大会の時に来る選手も、えー、柔道柔道サタンって言うんですよ中学生の中学生高校生のくせに覆面している柔道をやってるんですけどそれが、ね、オランダ代表なんですよだからあそうだそうだオランダはあの格闘技柔道も盛んな国なんだっていうのを思い出してあだから武士道と通じる何に武士分かるっていうの分かるなっていう風なちょっと考えたんですね。 でそれからさらにいろいろ調べて、まあ、当時まだパソコンなかったんですけど、いろいろ調べてみると、オランダっていうのは、えーまあ、チューリップ風車だから農産物のイメージがあって、確かに農業も盛んなんですよ。でも、えー、なんだか、ね、その半分以上、そういう産業の半分以上が工業で、でえー、シェル石油ってありますよね、日本にもあるかな。で、シェルも実はオランダの会社なんですよ。で、さらに言うと、 えー、当時あの日本がバブルで、あのーね、ニューヨークのマンハッタン島の会社のなんか土地やビルを次々に買ってみたいなことありましたよね次々じゃないけど、えー、ロックフェラーセンターを買ってすごい品色買ったみたいな、あのー、事件なんかありましたよね。で一つそのロックフェラーセンターを買っただけでもあれだけこうなんだかんだ言ってタイムかなんかの表紙にもなったんですけれども。 えっとね、あの自由の女神が着物を着ている表紙でしたけれどもね日本に買われていくっていうところがもう当時ですらニューヨークにある高層ビルたくさんありましたよねあれのうちの6割がオランダの会社の持ち物だったんですすでにだから日本が1個買,い買って騒いでるけれども6割がオランダ資本なんですよっていうぐらいに実はオランダ工業国の金持ちのそういうなんていうかな、えー、企業がすごい力を持ってる国なんですよね それが分かってきたんでつまり多分つまり多分って、えーまあ、日本で考えてみましょう。日本っていうのは、えー、大学卒業して会社に入ってでもう海外からはねもう会社人間って言われるぐらいに家庭のことも顧みずに仕事ばっかりやって。で えともう会社ロボットにされてしまってで自殺したりノイローゼになったりっていう風な苦しみながら日本の会社員っていうのは滅シ方向しているんだっていうまあこれ海外でもアメリカでも有名ですけどいう風な側面がありますよねでまあ今はちょっと事情違いますけれどもまあ70年代80年代っていうのはそういうところがあったそうするとさっきのロボコップの話似てませんマーーフィーが いいお父さんで家庭もあるんだけれども、えー、警察警察っても民間会社にもなってますからねでさらにとそのコングロマリットのも参加、えー、になっていてでそこでこう気が付いたら本物のロボットにされて会社ロボットじゃないです本物のロボットにされていて記憶をなくして家族もなくしてで犯罪を取り締まるっていう仕事をさせられていて自分をなくしてしまったっていうのはこれ日本の会社員と似てますよね。 ね、仕事一生懸命朝から晩までやってで、ね、奥さんや子供をもをほ,ほ,ほ,ほっぱり出してやっていてで、まあ、日本の場合当時だから離婚して出ていく奥さんっていうのはそんなになかったと思いますけどこれアメリカとかだったらもう完全にあれですよもうアウトもう離婚の理由になって裁判で調達しても絶対勝てないっていうぐらいの、えー、理由になるんですけれどもそうしてもう子供たちを子供も奥さんも子供も構わずにもう仕,事仕事仕事って言ってる日本の会社員がねロボコップにダブル で,すよで調べてみたらやっぱオランダも同じでそんなふうに、えー、要はあのやっぱ会社が力あるんで、えー、いつの間にか会社ロボットにされていて働かされていてですから、まあ、経済力があるのでニューヨークのマンハッタン島の6割のビルを実はすでに買っているみたいなことがあったっていう時にあやっぱりポール・バンホーベンはオランダ人だから。 そういうやっぱ国お国柄っていうかね国民性みたいなことの問題意識を映画にしたのがロボコップだからアメリカ人が作るそういう暴走刑事が頑張って犯罪解決するって話とはちょっと違うんですよ非常に日本的だから日本人が見た時に非常に共感する部分がやっぱあるんですよねで最後の最後にまあまあさっき言ったような結末あるんですけれどもえー、っとまあ無事事件が解決して、えー、っとロボコップがまあ 帰っていこうとする時にその会社の、まあ、条約が一,一番悪いやつです、まあ、社長はそれを知らずにえずっと来ていたんですけどどそこまでにそのナンシー・アレンのこう相棒女性の相棒が何度もね「あなたマーフィーでしょマーフィーでしょ」と違います私はロボコップですとかって言ってるんですよで名前聞かれるんですよでいや「よくやった」って何、えー、て言うかな「ナイスジョブさん」とかって言で「What's your name? っっ」って聞かれる時に「よくやった」「君名前は?」って聞かれるときに ロボコップがバンドンドンってありがけて,、えっと、やってちょっと考えてからマフィーって言うんですよねでそれでバッと終わるんだけれどもいや実に見事つまりそこで自分を取り戻したんですよその、まあ、会社から解放されて、まあ、さっき言ったようにそういう,もうこの会社に人間を撃てないっていうのがあった、まあ、それちょっとある事情であの解放されてっていうのがあってつまり会社で働いていると知らないうちにロボットにされていいように利用されて家族もみんな失っちゃいますよ やっぱり自分を本来の自分を取り戻すことが大事なんじゃないですかっていう話実はそれがロボコップなんですよねまあとてもねあの表から見たら全然わからないけれどもまあポール・バンホーベンがやっぱりオランダの人だということがいろいろ調べていくとそういうテーマでそれをアメリカ人が見た時にもう犯罪がどんどん増えて大変だからロボットの警官を導入して犯罪をやっぱバンバン。 潰していかないと大変なんだぞっていう風な話に見えるしそういう風な作りになっているんですけどでも実はそういう人間性を取り戻すす話なんですよねだからそこが非常に面白くて。 まあ、こんだけ喋ってしまうと、見たときに、まだあ,あその通りだなと思いながら見るしかないんで、あれですけれども、まあまあ、ぜひ興味ある方が、えー、いましたら見てください。非常に面白い。でも、まあ、2とか3とかリメイクもありますけど、まあその辺全然、うん、ダメです。1だけ、1はね、素晴らしい。だから、この次のトータルリコールにしても、コールのビジョンにしても、同じテーマがやっぱ引き継がれてるんです。まあ、またそれもいずれお話します。本日はここまで。